はい、おはようございます。榎本孝之です。今日は飲食店のマーケティングについての話をします。飲食店のマーケティングの中でも、私が一番おすすめるのはインスタグラムなんですけどもね、以前からインスタグラムすごくいいよっていう話し続けているんですけども、最近特にインスタグラムいいですね。で、以前はフォロワーが1万人超えないと URL が貼れなかったりしたんですけども、それも最近1万人超えなくても URL が貼れるようになったので、よりマーケティングに使いやすくなっているので、ぜひ飲食店のマーケティングにはインスタグラム活用してみてください。今日の動画の解説も動画の下の説明欄に文章で書いてありますので、ぜひそちらも読んでみてください。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。